徐々にアンコールワットの中枢に入り始めました、素晴らしい素晴らしい造形ですね。ここまでのものとは正直言って思ってなかった。それは世界遺産にもなりますわ形ですね。素晴らしい。これね、おお、危ねえ、揺れた。これね、来た方がいいですね。おお、また踏み抜いた。ビビるビビる、踏み抜きビビる。よいしょよいしょ。さあ、ここがなんだ、よいしょよいしょ。暑いけど匂いがいいですね。なんかお香でも炊いてるの結構いい匂いがする。じゃあアンコールワットの、中枢ですかね。この窓にはまってる一つ一つの石材でもね、全部石で作られていますので、素晴らしく手間がかかっております。今日作りましたよ。そしてこちら素晴らしい、とても素晴らしい。はい、大丈夫です。親もダウン。これね、上には危険なので入れないんですけど、まあ、確かにこの急な階段登るのはかなりきついと思う。多分これ足滑らしたらもう事故だと思う。でも上に聞こえますね。これはなんだ、これ上から落ちてきてるのか、それとも落ちてきてるとここに置いてたりとか。つぼりの顔が削られてたりしますけれども、そしてここで YouTube を見ると素晴らしい。ここで YouTube がすごい。その単力俺にはないわ。登れるんなら登りたいですけどね。お金かかるんでしょうか。これに選ぶと入れる。ちょっと行ってみましょうか。家族で検問受けみたいな。はい、アンコールワットできる方に登るってことですね。ちょっとこの足腰に行きます。うまく取れてるかどうかわかんないですけどね。下の方を取った方がいいかな。いや怖い、これは怖いですね。これ階段で登ろうとしてたら、本来の階段で登ろうとしたら本当に大変だな。いやー崖だぞこれ。
っちゃうんで、怖いんですね。いや、これはとても景色がいい。これが今登ってきた急な階段なんですけど、こっちがね、こっちがね、階段ですね。急な部分が登りますでしょうか。こっちの階段登ってたらね、多分普通に溶けて死にますね。よいしょ。Way to visit のこっちがね、順路みたいですね。よいしょ。素晴らしいですね。よいしょ。真ん中に。これがアンコールワットの線じゃないですかね。あの象徴的な。久しぶりに登りましたわ。いや、落書きがひどい。いや、落書きがひどいな。よいしょ。この辺は高いからあんまり人の手が触れられてないので、薄彫りがはっきりと見える。だってこんな細かいところまで掘ってる、信じられないですね。これ気が遠くなりそうだ。これはいやいや、大体すごいな。すごいですね。すごいですね、本当に。写真撮っちゃいました。とてもね、素晴らしいと思います。でね、
側もねこんな感じですごくシンメトリーに作られてまして、もう本当にね左右対称美しいなっていう、もう人間からしてみればすごく美しいみたいなような思う造形ので、こちらですね、こんなところにね、細かい装飾がされておりましてね、本当に素晴らしいです。この扉のねこういう枠にもね、扉とか枠とか窓枠とかね、こういう針にもですねすごく細かい装飾がなされていました。だから気をつけて。よいしょ。こっから先はまだなんかありますね。あれ？降りれない。あっちだ。あっちから降りるんだ。え？そんなことないでしょ。すぐそこの隣から降りる。第4もありますので、ぜひ向いてください。お願いします。